おはようございます。漫画原作者の橋本海です。本日はつもさんという方からの原稿の添削をご依頼いただきましたので、皆さんと共有しながらそちら見ていきたいなと思っております。まずは作品を一緒に見ていって、その後つもさんからいただいているご質問なども踏まえつつおしゃべりしていけたらなと思っております。タイトルがですね、魔王様は恋などしないというお話でございます。2話構成になっているというお話をいただいておりまして、今回は26ページの第1話部分を添削させていただいております。あらすじはですね、魔の森の王サイアスが突然できた弟に戸惑いながら世話を焼いているうちに弟を好きになってしまうお話ということで、いわゆる BL 作品なんですけれども、作品を見ていく中でそこまで BL 集が強いという第1話ではございませんので、もし BL が苦手だよという方もですね、今回は安心して見ていただけるのかなと思います。まず1ページ目はこの世界観の説明をされているページになっております。いろいろ書き込んでおるんですけれども、つもさんは別の媒体でプロとして活動もされているということでですね、絵が非常にお上手な方で素敵だなと思いながら拝見させていただきました。特にこのシルエットでドラゴンがどういう風な飛び方をしているかっていうのを見せていくっていうのはですね、かなりテクニックがいるんではないかなと思いまして、僕はすごいなと思って見させていただいております。で、早速なんですけれども、要約しますと、人間と魔族がですね戦っていて、なんだかんだあったけど小競り合いをしつつも共存していきましょうという世界になりましたと。魔王っていうのはあちこち点在していて、それぞれ各地で自分の領地を持っているよというお話になっています。そういったことが書かれてるんですけれども、先に言ってしまいますと、このお話ですね、他の魔王とかあと人間というものが出てこないんですね。なので出てきたらこういった説明がたくさんされていて、今後ワクワクできるポイントかなと思うんですけれども、そこがないのであれば人間と戦っていたよとか、他にも魔王がいるんだよっていうような説明は、作品をシンプル化するのであればそこを省いてしまうことも可能であるなというふうに思いました。続きまして2ページ目です。ここで主人公が出てきます。主人公の名前はサイアスという若い王ということで、黒髪ロングのですねイケメンが書かれております。ここで主人公をしっかりと見せているっていうのはいいかなと思います。その後主人公のお父さんというのが出てきます。で、ここお父さんの出方にちょっと注目してほしいなと。先に言っておきますと、この3ページ目の部分でですね、お父さんっていうのは大きく顔が出てくるんですけれども、2コマしかないので、ここはコマを割ってしまって、先にこのページでお父さんの顔もまとめて見せてしまっていいのではないかなというふうに僕は感じました。ただここはですね、ちょっと感性の問題であったりとか、スマホなどのちっちゃい画面で見るときにはですね、このコマ運びの方が正解だよというような見方もありますので、場合によりけりだなというのもあるんですけれども、先にキャラクターの顔を見せたいなというのと、この主人公がここにいて、その次ですね、お空の見上げているという様子があるんですが、主人公は一体どういう場所にいるのかっていうのが気になったなという感じがします。1ページ目がですね、世界観の説明であって、2ページ目で主人公が出てきました。で、ここまでずっとモノローグできているので、じゃあ主人公は一体どこにいるのかって、森の王っていう風に書いてあるんですけれども、森の駒ではないわけです。なので、どこにいるんだろうなっていうのは解決してないなという風な印象がありますので、ここで例えばですね、空が見えるベランダに立っているとか、そういうのがあればお父さんが帰ってくるのを出迎えたのかなとか、そういうふうな見方もできるんではないかというふうに思いました。ここの3ページ目でお父さんが出てきています。先ほども申し上げました通り、ここ2ページ目に入っててもいいのかなっていう、このお父さんもせっかくイケメンで描かれていますので、でっかく書いてあるっていうのは読者サービス的にもいいんじゃないかなというふうに思います。さすがですね、絵も上手いのですごく見やすいなという印象があります。ここでお父さんが帰ってきたっていうのは説明されてるんですけれども、この主人公が森の魔王という存在になって王位を譲ったわけです。その王位を譲った瞬間にお父さんは旅立ってしまったよというようなことが言っていて、帰ってきたということですね。4ページ目ですね、ここでヒロインと言っていいんですかね、主人公の弟が初めて出てきます。ここでキャラの年齢とか言い回しとかはいいんだけどみたいなことは書いてありますね。これはですね、時代劇的な言い回しになってるんですね。お父さんが魔族だから若く見えるという設定をですねいただいているんですけれども、喋り方はまあ年を取っているから年相応ということで、キャラクターに合わせてですね、わしの気に入りのサキュバスの子供じゃという風な、ジャンル的にはノジャロリって言われるジャンルがあると思うんですけれども、そういうものの
喋り方に近い状態になっております。ただこの気に入りという表現ですね、僕はすごく好きなんですけど、今の若い方、特に中高生の方に伝わるのかなっていう部分が気がかりになりました。もちろんですね、普通は伝わるというふうに考えて書くのがいいと思うんですけれども、漫画を連載するというのにあたって、特にアプリ漫画の時はですね、僕が LINE 漫画の編集さんに言われたことなんですけれども、とにかく言葉の表現は分かりやすく柔らかくして書いた方がいいというふうなことを言われまして、そういうことを考えますとですね、気に入りのっていうよりは、言ったら元カノとか、もしくは愛人のとかですね、そういった言い方に変えた方が分かりやすいかもしれないなということです。ここはですね、実際に編集さんとやり取りするときに気になった場合はですね、相談して決めれると思いますので、実際にやるというときは相談をしてもいいのかなというふうに思います。このセリフで行きたいんだっていうことはしれっと入れといてですね、担当さんから突っ込まれなければそれで行きましょうというようなこともあります。一つのセリフについてちょっとバーッと喋ったんですけれども、このセリフのところに3と記してあるのはですね、ここのセリフの流れがですね、ちょっと気になったなっていうのを見ていきたいなと思います。先ほども読み上げましたね、わしの気に入りのサキュバスの子供じゃというセリフが来ていて、久方ぶりに会いに行ったら流行り病でこの世を去ったというのはこのサキュバスのことを言っていますね。そして代わりにこの子供が家の隅で震えておったというセリフですね。ここで数字が振ってあると思うんですけれども、ここの数字の順番ですね、 1,2,3 という風に変わってると思うんですけれども、この順番でセリフを入れ替えた方が伝わりがいいのではないかということを僕は考えたわけです。少しページを戻りましてですね、大事な用があったのじゃというセリフが前のページの2コマ目に入っております。そして尋ね人には会えなんど拾いものがあったわというセリフが入っております。つまりこの父親は誰かに会いに行ったけど会えなかったという話をしているんですね。でその次のページでこのヒロインが出てきた後で、一つ目のセリフ、わしの気に入りのサキュバスの子供じゃという風なセリフが入ってるんですけれども、この土産という言葉に対してのセリフとしてサキュバスの子じゃというのが入ってるんですけれども、その後で会いに行ったものが誰かっていう説明が入ってるんですね。これはこの土産じゃというセリフに対して付随する説明として、先にこのサキュバスに会いに行ったけど会えなかったっていうのと、代わりにこのチビが家の隅で震えておったわという部分ですね、ここは土産じゃの後に来たとしても特にそんな違和感がないかなと思いました。何しに行ったかっていうのを説明しているセリフを先に出した方が伝わり方がスムーズかなと思ったので、ここのセリフの入れ替えを提案しております。でヒロインの男の子ですね、弟くんの要素に触れていきたいと思うんですけれども、とにかくですね、男の子だけど女の子に見えるみたいなことなんですよね。でとってもこう可愛く描かれてますよね。つもさんはですね、男の娘と書いて男の子と読む、そういうジャンルの漫画を書かれているということで、これは素晴らしいですね。僕もそんなにたくさん読んだことはなかったんですけれども、これ自分の中に新たなジャンルを開拓できるぐらいの可愛さを秘めているなという、この微妙な足の出方とかたまらないですよね。ちょっと変態チックになりましたけれども、でですね、ここでこうヒロインのですね、顔をしっかり見せて登場させているというのはすごくいいんですけれども、こちらですね、つもさんからいただいているキャラクター設定っていうのを読んでおきたいなと思います。このヒロインはですね、ユーミルくんという名前なんですけれども、北欧神話の首しかないユーミルっていうのから取ったのかなというふうに思うんですけれども、ユーミルは刻みの血を引くことから、刻みというのは主人公の父親ですね、実は強い魔力を秘めており、ユーミルの目を見た男性は必ずユーミルを好きになってしまうという特性がある設定になっております。しかもユーミル本人はそのことを知らないが、同じ特性を持つ母親サキュバスですねはそれを知っているので、刻みからの預かり物であるユーミル、つまりですね、刻みがそのサキュバスとの間で子供を作ってですね、いろいろ約束を交わしていたということなんですけれども、ファンタジーな王様と臣民の約束ごとということで預かり物という表現になっているんですね。預かり物であるヒロインの弟くんが傷物にならないように、つまりですね、人を見たら男の人から好きになられてしまうから、自分の顔を人に見せてはいけないというふうに言ったという設定がここでつもさんからいただいております。ですので
その設定をつけるという予定がですね、後半の話であるというふうにいただいてますので、だとすればここで顔が出ているというのはですね、どうした表現にしたものかなという部分がありますね。一つ提案があるとすれば、男の人に顔を見られてしまうと好かれてしまうからという設定をもう取ってしまうという手段もあります。なぜならですね、この漫画ですね、主人公と主人公の父親、そしてこのユーミル君以外はですね、ほとんど男性キャラクター出てこないですね。大体女性キャラクターがたくさん出てきますので、それだったら女の人に誘惑されるっていう男の子にした方が逆にちょっと高まるというか、そんだけ女の人から言い寄られているのに実の兄を好きになってしまうよという罪悪感、背徳感っていうのが高まるという場合もありますので、そこは出した方がいいのかなっていうのがあります。もしくはその設定を守るんであれば、ここで顔を隠しておいて、家の隅で震えておったわというセリフにつなげて、あ、怖がってるんだなみたいな感じで流してしまうということもできますね。ですので、こう設定をどっちを取るかだと思います。で、主人公の父親は自分の子供でもあるし、放っておくわけにもいかんということで連れてきましたよというようなことを言っております。では次ですね、ここで、主人公がヒロインを見た時の反応が大きく書かれているということで、びっくりした表情をしているということですね。ここで、設定通りでいくんであれば、この一目見た時に主人公が好きになるのではないかというような感じもあるんですけれども、つもさんから設定をいただいておりまして、主人公は弟のユーミル君よりもさらに魔力が強いという設定でして、魔力が強いものの方が弱いものよりも勝つということでですね、ユーミル君の見ただけで男の人に好かれてしまうという特性が主人公にとっては関係がない、無効化されてしまうという設定だそうです。なので、ここのシーンでその設定を知っているとすれば、主人公はここでヒロインにときめいているわけではない、単純にえってなってるっていう表現ですね。なので多分ここで頬をあからめたりしていないということだと思うんですけれども、ここもちょっと表現が変わってくるなという、ここでえってなってる表情でヒロインが恥ずかしがって、今まで顔を人に見せちゃいけないよって言われてたっていうことは、隠されながら育てられたということが予想されますから、それでドラゴンに乗せて連れてこられてですね、お前の兄貴だよとか言われたら、それは緊張もしますわなということで、ここのシーンはいいのかなというふうに思っていて、単純にここで重要なのは、突然何か事件が起きましたよという状況です。つまり今回の場合は弟が急に現れたということなので、それに対しての主人公がどういう反応をしたかっていうのはしっかり描けているっていうのはとても重要なポイントです。ここで弟であるということが判明しまして、次ですね、散々僕が解説で弟と言ってしまっているので、ネタバレ的な感じで話を進めておりますけれども、次のページですね、1ページ目の世界観の説明は、この絵と2コマ目にサイアスの登場で十分かと思いますというのはですね、最初に言いました通り、この世界はファンタジー世界ですよという説明と、人間と魔王が戦っていたけど今は落ち着いてますよ、冷戦状態、小康状態ですよみたいな、そして2ページ目に主人公がどこにいるのかっていうのは見たいなというお話もしました。そこでですね、主人公がどういうところに住んでいるのかっていうのは、ここで初めて大きく建物として出てくるわけですね。でもですね、これは早めに見たいなというのがあります。なぜなら主人公はこういう世界観の中でこういうとこに住んでいるよっていうのはですね、言葉でしか今まで説明されてこなかったんですね。ここで初めて絵が出たということになります。例えて言いますと、ジブリの千と千尋の神隠し、あれでずっとここは温泉だよとかってずっと言われながら、建物の様子が全然出てこない、やっとお父さんとお母さんが豚になりましたぐらいのシーンで初めて世界観はこうですって広い空間が見られた、そういうぐらいのテンポなのかなというふうに思います。それを想像すると、早めに世界観見たいよねっていうのが伝わるかなと思うんですけれども、そういう感じがするので、今回のお話は人間出てきませんし、他の王も出てこないので、人間と魔族がですね共存する世界というふうな一言の設定で入れて、この大きい城で魔の森の王のお話みたいな感じで締めてしまってですね、2ページ目に移っていくということも可能かなというふうに思いました。そして主人公はですね、ここで何ですとというふうに叫んでいる。ここまでですね、主人公っていうのはかなりクール系で来てるなという印象が皆さんもあると思います。表情もあんまり変わらないですし、セリフも淡々としていて、お父さんが王位を継承した後いきなり出て行って、やっと帰ってきたかと思ったら弟連れて帰ってきたみたいな時もですね、この瞬間までは淡々としていて、いきなり何ですとというふうに叫んでいるわけです。これはですね、結構平成初期感あるなというふうに僕は感じました。
最近の漫画だとこういうノリというか反応の仕方っていうのはあんまりしないのかなというふうに印象を持っていまして、2000年代ぐらいの漫画だとこういうの多かったかなという感じがしますので、ここはですねちょっと主人公の性格を優先させて反応をちょっと考えてみた方が良かったのかなというふうに思いますし、ここまで主人公に何ですとどうしても言わせたいんだというのであれば、父親が帰ってきた時にですねもうちょっと明るい反応をするとか反発するような反応とかですね、快活なイメージを先に与えておきますと、ここで何ですとって言っていても違和感がないのかなというふうに感じました。でまあその後ですねヒロインの男の子の顔はもう一度出ております。ここでですね一旦シーンが切り替わるよという、まあ、アイキャッチ的なコマでしっかりとヒロインをもう一度見せているっていうのはとにかくめちゃくちゃ可愛く描けてるんでですね、いいコマだなとは思うんですけれども、ここのコマはですねせっかくいいように描けているのにコマの意味がですねなくなってしまっているということになります。なんですとってなった後、そのなんですとってなってる主人公に対しての反応でもなければ、ただただここの空間に連れてこられてどうしようってなっているっていう前のページですでに説明したような情報がそのまんま継続されているということになりますので、ここはですね次のシーンに入るんであれば次のシーンはこういう場所で行われますよっていう遠景ロングカメラですね、広い空間を絵で描いてですね次はこういうシーンに移っていきますよというものを描いてもいいですし、こんだけ大きいコマになってますのでもう一コマぐらい割ってですね主人公と父親が何かわーっと言っていて、それをこの表情で言いづらいなみたいな感じの雰囲気にして見せるっていうのでもありなのかな、そうすることでですねこのコマにももう一つ意味が出てくるかなというふうに思いました。皆さんお疲れ様でございました。長々と喋らせていただいたんですけれども、今回はですねつもさんからいただきました漫画の添削をさせていただきました。今回はですねネームではなくて原稿でいただいたのですごく見やすく添削させていただくことができました。大々的にいつでも大募集ですっていう雰囲気でやってたら僕がパンクしてしまうのであんまり言ってはないんですけれども、まあこういった企画的なこともやらせていただいておりますし、ツイッターでネームの添削をお願いしますっていうふうなことはちょこちょこ言われたりしてますので、気になるよという方はですねツイッターに連絡くだされば意見を言わせていただくというようなこともあり得るかなと思います。今回すごく長いので短い動画として出させていただいておりまして、概要欄にですねフルで喋った動画を限定公開で出させていただいてますので、もっと細かく全部見たいよという方がいらっしゃいましたらそちらから動画を見ていただくというのがいいのかなというふうに思っております。はい、という感じで改めましてつもさん原稿のご提供本当にありがとうございました。また次回の動画でもよろしくお願いいたします。橋本海でした。